召喚の挑戦者は、角川スニーカー文庫から発行されている、岩井京平のライトノベル。イラストは、四季同時。第6回、角川学園小説大賞、優秀賞受賞作。驚異的な頭脳を持つが、受動的な天才少女、鈴藤小牧と、そのクラスメートで、小牧には及ばないが天才である、能動的な少年、春野幸の二人が主人公。この二人が、 世界の天才や超人、またはそれにまつわる事件に対して挑戦していく物語である。作品の特徴として、上記の二人がパートナーとなっていることが多いにも、かかわらず、同一の場面に登場することがほとんどないことが挙げられる。また、各話には一貫した題材が存在しており、デビュー作となった第一巻では、なぞなぞやクイズ、数学関係、第二巻では、 コンピュータのソフトウェア、ハードウェア関連、第3巻では人間という種の限界となっている。夏休みが間近に迫ったある日、牛尾隆氏で暮らす高校1年生の少女、鈴藤小牧は怪物とまで言われる世紀の天才少年、カスダユートが開催するバトルゲーム、ルール・オブ・ザ・ルールに巻き込まれてしまう。成り行きから参加してしまった小牧だが、 彼女のゲームでのパートナーであるクラスメイト、春の幸と離れ離れになりつつも、防御人や敵プレイヤーの妨害をかいくぐり、幼馴染みの優トが仕掛ける難問に挑戦していく。ルール・オブ・ザ・ルールが幕を下ろして、最初の夏休み。ある人物からの招待状を受け取った、鈴藤小巻は、ジスの世界王者決定戦が行われる、超大型客船、うてので、 天才的な科学者ハイヒアキアキヒコが治める火山島、ハイヒアキ島に向かっていた。しかし船は謎の武装集団の襲撃を受けて占拠され、島に上陸していた小牧も火山の大噴火という危機的な事態に遭遇してしまう。夏休みも終わりに差し掛かった頃、鈴藤小牧は、いとこの鈴藤イルルに連れられて、ルールオブザルールでのパートナー、春の幸と共に、 混沌の町アウルスシティを訪れる。そこで小牧は人体改造実験によって超人の力を手に入れた少年、イオアンセルメと出会う。少年と心を通わせる小牧だったが、超人の研究を行っていた施設で爆破事件が発生し、小牧も次第に事件の中心へと巻き込まれていく。ありがとうございます。